皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、8月の13日、18時55分、大谷翔平選手へのメッセージで、お子さんを妊娠されたという、YouTube の動画だったんですけども、本当の方ですよね。そちらの方で本当ということの方向から、おめでとうございますと、お祝いのメッセージと、それと、あと、昨日ということになるのかな、時間軸でいくと、そちらの方だと、ホームランについて、これは高校生の方たちも、今日、智弁学園がホームラン、2本出たみたいなんですけども、これやっぱりカウントですね、カウントをどう整えるかなんですよ。で、今日の大谷翔平選手のホームランなんて、本当にもう分かりやすい典型的なパターンで、スリーボールまで、ノーストライク、スリーボール、スリーボール、ノーストライクの状況をピッチャー作ってしまったんですよ。で、ランナーがいるんですよ。そこ、フォアボールも出したくない場面で、最初からちょっとボール球に手を出してくれたら、助かるなというような形で、ピッチャー投げてるんですね。で、バット止まってと。で、その状態になったら、ほとんどのピッチャーないと、もうこれ、長いシーズン、ベナントレースしていると、やっぱり、次、ボール1球見てくるんじゃないかな。で、ストライクゾーンにボール置きに行ったりするとき、あるでしょ、置きに行くっていう、その200% の力で投げないで、コントロールだけを重視して、ストライクゾーンに、ボールをとりあえず投げ込むと、特にストレートっていうケースが多いですよね。未来の時間軸からでも、その意思疎通、翔平ともできてますし、そこ、もう完全に狙い撃ちっていうケースで、ホームランという形で、あと案外、阪神タイガースの、近本選手も今年そこそこホームラン打ってるんですけども、これも去年から確か僕言ってたと思うんですよ。最初はチームのそのフォアボール云々もありますし、相手ピッチャーのその日の出来を見るために、去年の近本選手はファーストストライクを意図的にずっと振らなかったんですよ。そしたらどうなるかって言ったら、去年のデータを持って今年のペナントレースが始まってるから、相手チームのピッチャーの人はそのデータがあるから、1球目とりあえず簡単にストライク取りに行ったらいいと、そう思ってしまうんですよ。で、今度は近本選手はそこを狙い撃つっていう形ができるんですよ。で、体格的にもそうなんですけども、やっぱり右中間、左中間は広いですから、基本的に、試合の半分は甲子園で行うわけですから、で、風があるときはそこそこ風があると。だからある程度、引っ張るような形で、ホームラン打ってると、距離的に。距離的な話です。で、ホームラン入りやすくすると。そういうふうな形で、体小さい人でも、知恵を凝らすと、念願通して、ホームラン、ある程度打てると。そういうふうな、形です。今日の智弁学園の方の、動画、ちょっと気分転換に、もう僕のホームページ、淡井圭介の歴の一番見てもらったら分かる通り、ああいう状態ですので、ちょっと気分転換といいますか、試合終わったところで、どういうふうな、その打席全体を見てみたかったりとかするんですけども、それによって、打ち方ってやっぱりだいぶ、影響出てきますから、やっぱりポールから近いところでした。レフトから、レフト線から、約20メートルぐらいの地点ですかね。10メートルから20メートルぐらいの地点。あの辺りを狙い込むのが一番いいと思いますよ。変にこう、いい当たり、せっかくしても、こう、ファールになってしまったりするときあるじゃないですか。大体、ポール際から、10メートル、20メートルぐらいの横の位置を狙って、狙い撃ちするときはですよ。カウント整えて。で、これ、この間の、石川県の小松大谷さんのところの試合を、僕の方で、勝ち負け、対応させていただいたんですけども、途中から、相手ピッチャーの方が、だいぶ、崩れ始めてと。
まあ、そこからなんですよ。まあ、最初のうちはやっぱりある程度しっかりと先取点取ったりとかして、試合をできるだけ優位な展開に持っていきたいっていうところですが、相手の明豊さんのピッチャーも最初の出だしもうコントロールすごく良かったんですよ。的確にいいところにストライクゾーンにボールを投げ込んできていて、変化球もしっかり落ちてると、失投がないと。で、なかなかいいピッチングするなと。ただしですよ、簡単にストライク取りに行き過ぎなんですよ。ツーストライク、ノーボールツーストライクの場面が多すぎたんですよ。もう簡単すぎるんですよ、そこまで来ると。で、あとはもうちょっとボールがばらつき始めたら、まあ、ボール球に関しては簡単にバット止まるでしょ。でもあとはクルストライク狙って、しっかり打つだけになってくるので、だから、まあ、その辺のところですね。うん、まあまあ野球の、醍醐味、まあ、確かに、ストライクが先行するのはいいんはいいんですけども、それはそれで、まあ、バッターの肩の方がどう対処していくかっていうところを分かっていたら、特にチーム全体として明らかに今日の試合、相手投手、すぐに次々、ストライクゾーンにボールを投げ込んできていると。これはもう早めに、狙い打って、行った方がいいぞと。まあ、そういうような、状況っていうのが、まあ、明豊さんの試合の時には、まあまあ、確立されてきました。で、まあ、その、フォアボールを出さないっていうことをすごく強く意識されてたんだと思うんですけども、ただし、ノーボール、ツーストライクの場面がすごくたくさんあったんですよ。あの状態、ちょっと、あそこまで行くと、ちょっと極端ですね。だからまあ、その辺のところをもう少し、まあ、ストライクゾーンをピッチャーとしては、四隅を、幅広く使って、で、そこに、まあ、ボールゾーンとストライクゾーン、その時のどういう風な配球で組み立てていって、どこに投げ込むかっていうところをしっかりと考えなかったら、というところですね。まあ、だからバッター陣としてはやっぱり選球眼なんですよ。その辺のところで、フォアボールとか増えていくと、今度相手ピッチャーはそのストライク先行に、したくなる、どうしてもせざるを得なくなるっていう形になってきますから、だからまあやっぱり選球眼ですね。で、相手ピッチャーの状態を常にしっかりと、今日はどういう風に投げ込んできているのかっていうところ、相手心理ですね、心の中でどう思ってるんだろうかって。僕はもう一切その辺のところ、相手の選手の方の考えてる内容とか声とか、喋ってる声とかは何か大声でベンチから何か指示が出ていたりしたら、まあ、聞こえるときは聞こえますけども、ほぼ聞こえないですね、それも。で、そうじゃなくてカウントとかしてることを見た方がすごく分かりやすいっていう形ですね。まあ、それはもうイニングを重ねていくと、あ、もうそういうような形で来てるんだなっていうことが、よく分かりますから、だから野球っていうものはすごく、その相手ピッチャーの心理だとか相手バッターの心理だとか、それがすごく、左右されますから、それが完全に表情に出てしまってる人はもうすぐ分かるんですよ、本当に。逆転したチームとそうじゃなかったチーム、気合の空回り、あんなに顔に出てたらね、もう最後は気合だみたいなことを大声で言ってたら、それ相手ピッチャー高めのボールゾーンにボール投げ込んだら多分振るだろうなってみんな思うでしょ。で、実際投げ込んで振らされてるわけじゃないですか。だからまさに気合の空回りっていう、そこまでしたらもう完全に面白い話だから、そこだから逆転するチームってみんな寡黙になってるんですよ。で、かといってこう力んでない、冷静沈着、周りの状況がよく見えてると。だからそういう状態がやっぱりいいです。表情に出てしまうとっていうところですね。まあ、プロのピッチャーの方でも表情が全く読めない人ってたまにいるんですよ。まあ、どちらかというとたくさん買ってきた方の、勝ち星のある、若い選手、まあ、通算の勝ち星で見ていただいたら分かると思うんですけども、勝利数先発投手として150勝以上上げたらもう大体すごい人なんですよ。
プロの世界に入ってほとんどの人はそれはできないですから。で、表情を見てもらったら分かる通り一切表情は無表情なんですよ。で、腕の振りとかが同じだった場合、ストレートなのか変化球なのか本当に分かりづらい。で、その日のコントロールが良いにしろ悪いにしろ、どうなのかっていうところが表情に一切出てない場合、どういうふうな形でこのピッチャーは勝負を考えているのかっていうことが、これは分からないんですよ、バッターは。なかなか、だからその勝負の意味合いのところで、例えば2ボール2ストライクのカウントでその思いっきり腕を振ってストレートに見せかけてフォークボールで、三振狙いに行く、それがそのピッチャーの人の、勝負球であったりするわけであって、まあバッターとしてはそれはボール球の場合はバットを止めなきゃならないし、もしストライクゾーンに入ってくるんであればそこはしっかりと振りに行かなきゃならない。たまにこれぐらいの高さからストライクゾーンにストーンと落としてきて、ストライクを取るようなボールをたまに使う人がいらっしゃいます。まあごく稀に使うぐらいのケースでしか、あんまり対応するとそれ狙い打たれたらすごくボール飛ぶんで、特にまた高めでしょう。まあ、本当にそれホームランボールなんで、まあその辺のところ完全に相手バッターは今このタイミングで投げ込めば、ボール球だなって思ってくれるタイミングで、投げ込むと。まあそういうふうな、どういうふうに配球を組み立てていくのかというところですね。だからまあ今日の大谷翔平選手のホームランなんかはすごく分かりやすい状況でしたね。もう起きに来るストレートが来るって、もう僕も、もう大体予想してました。まだ動画で、いや未来からの動画だからあなた分かったんでしょって思うかもしれませんけども、1球目がどんなボールで、2球目がどんなボールでっていうのは、それはもう見てみなきゃ分かんない。で、最初の1回目の見たときに、もう多分大体もうストレートで、カウント取りに来るだろうなっていうのは分かるから、ストライク。だからそこは狙い撃ちに行ったらいいと。まあそういうふうな、場面ですね。だからそれ、プロ野球でも、日本のプロ野球業界でも、それはそこそこ見受けられます。で、まあその時のバッターの調子とか、自分でその頭の中の調子とかすごくよく上がる時があると思うんですよ。で、今の自分なら大丈夫だなっていう時だったら、もうノーストライク、まあスリーボールノーストライクの時に、次の4球目、甘く来たらもうそれしっかり狙い打とうと、まあそういうふうな形でいいと思いますよ。まあまあその辺のところでたまに、あ、ちょっと今のシーンもったいないなって、もう完全に球速遅いんですよ、ストレートは140キロぐらいだとか、もしかしたらこれ130キロ台なんじゃないかなっていうストレートとか、だからもう何て言うんですかね、置きに来てるボールって相手を抑え込もうとかそういう表情には出さないんでね、自分の心の内に秘めておいて、で、しっかりと、力強く投げ込んで、ストライクゾーンにボールを入れてくるようなボールと、そこなんですよ。置きに来てるボールって完全に見えるじゃないですか。ああいうようなボールは本当に打てる確率はすごく高いと思います。以上です。ちょっと大谷翔平選手への、おめでとうと、お嫁さんの方にも、おめでとうございますということで。で、今日もちょっといろいろと、気分転換したかったんで、野球の話をさせていただきました。相手ピッチャーの心理とか、その1試合の試合展開がすごく、どう対応していくかっていうところが、意味があると。一球一球の価値ですね。あとはプロ野球業界のドラフト会議担当されてる方たちなんですけども、やっぱりもう皆さんも地元の選手を選ばれた方がいいと思います。特にご両親が住んでいらっしゃる、各都道府県に行かれた方がいいと思います。その方は選手の方も
だから高校生の時に他の都道府県に高校留学みたいな形で本当は国内だから留学じゃないんですけども留学みたいな形で他の都道府県まで行くっていうのは最初とやりすぎだなって思いますね。だから最初に明豊さんのピッチャーを見た時に小松大谷の試合に関しては1試合まるまる取り組んでましたから、やっぱりすごくいいピッチャーだなって思いましたね。コントロール良くて、ただまあちょっと、勝負急ぎすぎてるところが、明豊さん側から見ると、ちょっともったいないかなっていうところで、だから初回簡単に3点取られたわけじゃないですか。その辺のところで、相手チームも取り返すというところで、神がかり的な力の世界でいくと、平等だとかそういうふうなところで、何かしらの物事が状況が動いてるなっていうところがあったんですけども、あとは他のチームでもそうだと思うんですけども、ダブルプレーがしっかりと取れてるかどうか、そこをですね、野球って本当にそれ大きいです。本当にまだたくさん動画見てないんですけども、良い守備されてる方結構いらっしゃるんじゃないですか。ものすごく良い守備、今の打球これセーフかなっていうような打球でもそれアウトにしてしまうような方とか、だからそういう風なプレーとかが見れるっていうところが高校野球の醍醐味だと思います。以上です。皆さん長い間、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上です。